い、皆さんこんにちは、ドイツ在住ジャーナリスト村上です。今日はですね、フライブルク市の中心部、ベルトルズブルネンという場所があるんですけど、そこに来てます。ここですね、もともとフライブルク市が町として、1150年とかそのぐらいなんですけど、そういった時にですね、一番最初に開拓されたというか街道の交わる点だったんですよね。そこからですね、町という形で、フライブルクがですね発展しているというような背景があります。で、見ていただければですね、お分かりのように、今日はですね、ごく普通の平日、の水曜日ですね、の午前11時ということなんですけど、よく定義されないような、よくわけのわかんない人たちがですね、スーツも着ないで、仕事もしないでですね、こう大量にですね、うろうろ歩いているのがわかると思います。当然ですね、フライブルク市の中の、ここは、一番重要なですね、交通の結束点ということがありまして、トラムですね、乗り降りする人もいますし、そこからですね、この中心部に歩行者天国化されてまして、そこでですね、買い物がなされるというような形になっております。で、ここのところですね、少しだけちょっと補足して説明したいんですけど、キロワットアワーイズマネーのですね、話の時に、少し触れたんですけど、セクターカップリング、交通とですね、それから電力のカップリングをするというようなことをお話ししてました。で、その内容でもですね、電鉄とそれから電力事業というのが、一つのですね、カップリングになっているというような話をしたんですけど、当然ですね、フライブルクの中では、電鉄が始まるのと同時にですね、電力事業というのが始まってまして、こうやって見ればですね、ここには4路線通ってまして、8方向にですね、市内中心部から放射状にこう出てるというような形なんですけど、当時はですね、1890年、代の後半ですね、馬車の維持管理費というのが非常に高くなっておりましたから、動力、産業革命が来て電気を使いたいというような話になった時に、発電所、配電網ですね、そういったものを構築しまして、電鉄事業というのが、電力消費のメインとしてですね、始まってきたわけです。なぜなら当時のですね、発電所の設備利用率を高めてですね、このトラム、発電事業というのを、経済的にもですね、ある程度再生性が取れるような形で持っていこうとするんであればですね、当時の電気の消費目的というのは、電灯だけでしたから、電灯は夜にしか使いませんよね。ですから昼間のですね、電力消費部分として、このですね、路面電車、それから電力事業、エネルギーというところがセクターカップリングしてあったわけです。ドイツ、スイス、オーストリアの場合はですね、またこの形態というのはシュタットベルケというやり方でもやってまして、シュタットベルケですね、一営の企業ホールディング、生存系サービス会社というような言い方をするんですけど、そこの部分でですね、ドイツにおいては当時は、路面電車のですね、運賃収入によって電力事業を賄っていたということがあります。で、戦後にですね、モータリゼーションが、国中をですね、開いていきますと、残念ながら路面電車の単体ではですね、採算が取れないようになりますから、路面電車の事業のですね、赤字を補填するかのように三種の神器がですね、家庭に普及して一般に社会の電化というのも始まってますので、そちらの電力の利益で公共交通のですね、不具合というか赤字をですね、補填するようになってますということで、フライブク市内ですね、8方向にこの市内中心部からですね、4路線が出てまして、それぞれの、時刻表間隔がですね、7分に1本です。ですからこうやってお話ししている最中にもですね、どんどん路面電車通ってますし、もう1本ですね、別の場所を通貫するですね、路面電車ありまして、合計すると10本がですね、このフライブク市内の市民の日常の足として利用されてます。ということで、また市内中心部のですね、別の場所に行って、お話を続けていきたいと思いますが、またですね、この路面電車の事業、というか、ここが歩行者天国になる前のですね、写真とかもお見せしながらですね、こういったものをお話を続けていきたいと思います。